動画依存症から自力で脱出する3つの方法。キクリンさん16歳男性、 YouTube 依存からどうしたら抜けられますか。最初は1時間ぐらいだったのですが、現在では寝るまでの時間 YouTube から離れられず、1日5時間以上はザラにあります。どうしたら YouTube 依存から抜け出せるでしょうか、教えてください。スマホの依存症であるとか SNS の依存症、あるいは YouTube の依存、あるいは Amazon プライムや Netflix のようなドラマアニメの視聴ですね、こういったものが非常に今手軽にできるようになっているということが問題。手軽にできるということはすぐ出してみちゃうということなので、便利さとの裏腹が依存症の原因ですね。分かりやすく言うと、机の上にお酒が乗ってる状態であるとつい飲んでしまう、だからアルコール依存症になるわけですね。机の上にお酒が乗っていない、家にお酒が全くない状態を作っておけば、お酒を飲みたくなった時に買いに行かないと飲めないっていう風になると、めんどくさいからまあ我慢しようっていうことが起こってくるのと同じで、手近にすぐできるような状態をしている限り依存症から逃れるということはできません。なのでいくつかの制限をかけていかなきゃいけないですね。幸いこういう風にメールで送ってくださったという方は、自分が非常に動画の依存症になっているということに気づかれたということで、これは素晴らしいことなんですね。気づいてない人がほとんどですから、毎日9時間も10時間もスマホやってるのに別に楽しいからいいだろうっていう人が世の中多いわけです。高校生の場合でいうと、9時間以上スマホをやってる人がなんと 18.8% というですね、子ども家庭庁の調べ2023年ですけどね、高校生は平均で6時間15分スマホをやっていて、9時間以上スマホをやってる人が 18.8%、 5人に1人がなんと9時間以上もですねスマホをやっているという、9時間以上スマホをやってる人はほぼスマホ依存症ですね。スマホ依存症になるとどうなるかっていうと、メンタル疾患になる確率が3倍以上に増えて、自殺率が 66% も増えて、学校の成績も悪くなり、前頭葉機能が低下し、それを続けていくとそれが治らなくなってしまうかもしれないね。スマホ認知症と言われているように、物覚えが悪くなってですね、人から聞いたことも覚えてないというような状態になってしまう。前頭葉機能の低下が固定していく、脳の成長が止まってしまう。脳の細胞が10代であれば増えていくはずが、なぜか2年3年しても2、3年前の撮った脳の画像と同じような状態で、全く脳が進化していない。つまり脳が成長が止まってしまう。それがスマホの長時間利用の恐ろしさですね。なので前の方も YouTube をずっと一日を見ているという形になっちゃうと、はっきり言ってそういうスマホを長時間見てるとバカになるわけですね。それを皆さん知らない、なので今お伝えしてるわけですけども、でそれどうやってやめるかっていうことなんだけど、減らすっていうのは無理なんで、やめるしかないですね。すぐにできます。皆さんが動画依存症をやめる方法がありまして、 YouTube のアプリを削除する。カバチャンネルも見れなくなってしまうんだよね。それはまあ YouTube 依存症の方はまずスマホの YouTube を削除する。 TikTok 依存症の人はまず TikTok のアプリを削除する。動画依存症の人は Amazon プライムも Netflix も削除する。 Netflix も解約する。 Amazon プライムも解約する。そうすると見られなくなってしまうんですね。見られない状態にするっていうのが重要なので、そのぐらいしないとやめることができませんね。っていうことをきちんとできるかどうか、まず依存症の原因となっているアプリを削除するってことが一つですね。5秒ぐらいあればできると思いますので。あともう一つが、スマホを自分の部屋に置かないっていうことが重要ですね。手元にあるから見てしまうんですね。だから中学生や高校生の方でスマホを長時間使ってるっていう方は、スマホを今に置く、自分の部屋でスマホを使わない。どうしても友達と連絡したり、学校の連絡とかも今スマホで来たり、グループチャットとかで学校の連絡網のようなものが来たりするので、スマホを全く使わないっていうのは難しい状態になりつつあるから、自分の部屋でついつい見るから何時間も見てしまうので、スマホを今に置いてですね、今で来ないとスマホを見られないような状況にするということですね。特に部屋の中にスマホがあるともう気になっちゃって見てしまうんですね。だから自分の部屋にスマホを置かないっていうだけで、スマホ依存症からおそらくかなり脱却できます。どうしてもスマホを使うときは今に来て使うという形ですね。家族や他の人がいるような状況で使うということになるね。そうすると何時間も見続けてたら、お前何時間も何で見てんだよって話になるので、他の人の監視の目もあるので何時間も使わないですというのがありますよね。とにかく手の届くところに置く限り必ず見てしまうので、アルコール依存症の患者さんにお酒の瓶持たせてお前我慢しろって言ったって、そんなの不可能なんですから。皆様同じです。スマホが手の届くところにある限り見てしまうので、手の届かないところに置けばいいんですね。なので不便なところに置きます。そうすると見る時間が確実に減ります。自分の手の届くところにスマホなど置かないということですね。スマホ依存症、動画依存症の改善法。あとまあ閲覧制限をかけるとか、さっき言ったようにどうしてもいつも見てしまうサイトとかがあったとしたら、それを見れないように設定するということも可能ですし、あとアプリとかも使用時間で制限することもできますよね。そういうソフトもありますから。なので閲覧制限やアプリの使用時間、1日30分だけは見ていいけど、それ以上は見られないように設定するとかです。そういったことを自分で設定すれば歯止めが効くということですね。ということで、かなり荒療治をしないと損傷から逃れ
れるということはできませんので、自分はそういう動画依存症だ、スマホ依存症だ、 SNS 依存症だという人はですね、制限をかけて手放していくということで、時間を決めて楽しめばいいのでね、だいたい1日2時間以下であれば脳に対してそんなに悪い影響はございません。スマホなども3時間を超えると、さっき言ったようにメンタル疾患になる率が3倍に増えたりとか、さまざまな脳に対する悪影響が起こってきますけども、1日3時間以下、できれば2時間以下であれば全く問題ないと思いますのでね、時間を決めて楽しむってことを皆さんも意識してほしいなと思います。樺沢の新刊、19歳までに手に入れる7つの武器という本ではですね、7つの武器の一つにコントロール力というのがあって、こういうスマホや SNS をどうコントロールしていくかという話を非常に詳しく解説しています。その本の中でも今言ったようなスマホや SNS を手放す方法というのを非常に詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてほしいなと思います。スマホは脳に猛毒、3つの理由。精神科医樺沢志郎のカバチャンネル、今日は金沢の武家屋敷跡からお届けしています。今日は質問をいただきました。ゆきのさん、52歳女性、適応障害で休んでいます。 YouTube 中毒でお風呂にも持って行って見ています。脳に対して SNS 依存は良くないですか？医師からは体を動かせと言われますが、いつも横になっています。気力がないです。不安が強いので、逆に YouTube で気持ちを持っていった方がいいですか？寝る時間を増やす方がいいですか？普段のカバチャンネル YouTube で言ってることですけども、睡眠運動、朝散歩しっかりやってください。休息をきちんと取ってください。禁酒してください。ストレス原因となるものをできるだけ減らしてください。スマホやゲーム、ブルーライトっていうのは寝る前2時間はやらないでください。じゃあスマホやゲーム、樺沢さんいつも悪口言ってるけど、スマホやゲームってそんな悪いのかっていうと、そうでもないです。長時間やるから悪いだけなんで、1日2時間以下であれば何も問題ないと思いますね。なのでスマホの利用時間は1日2時間までにしてください。ということをやっていくと治っていくと思います。逆に言うと、スマホをずっと長時間見ていると脳にものすごく悪いです。スマホ脳っていう本がね、去年一番売れたベストセラーとして知られています。そこに詳しく書いてありますけど、スマホを長時間やると脳にものすごく悪いです。どのぐらい悪いかというと、認知症のような状態になります。物忘れがひどくなります。ミスが多くなります。それらの症状が元に戻るかどうかは今のところ分かりません。そうなった人がたくさん今出てるっていう状態なので、それがスマホをやめれば元に戻るかどうかっていうのははっきりと分からないところでございますけれども、スマホを長時間やった場合、記憶障害や認知症のような状態になって病院を受診するような人が日本だけでなく世界中でたくさん現れているというのがスマホ脳の現状ですね。これを脳科学的に樺沢流に少し解釈していくと、なぜスマホは脳に悪いのかってことを今日お伝えしたいと思います。まずですね、視覚刺激、光ってるものを見ると人間は興奮するんですね。だから楽しいです。脳が興奮してる時は楽しいんです。だからパチンコとかすごい光ってるでしょ、パチ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 とか。あとスマホのこの落ち物系のゲームみたいな、こうやってババババババってこう爆発したり連鎖したり、コンボとかやったらバーってなるじゃないですか。光ったり点滅するものを見ると人間の脳は興奮して楽しく感じるというこの仕組みがあるんですね。なのでそういうスマホをやってるという人は、ゲームをやってる人も多いと思いますけども、光ってるものを見ると基本的に興奮します。だからテレビもそうですし、動画もそうです。なので短時間であれば別に問題ないし、別に私もこうやってスマホ見てますし、5時間6時間とかを超えたり、あと連続して3、4時間ずっとやっていくと、間違いなく脳が興奮状態が続くので、ゲームとかもそうでしょ、皆さん6時間とか連続でやって1回も立ち上がらずにゲーム6時間できたりするんだけど、それは脳がものすごく興奮しちゃってるっていう証拠なんですね。メンタル疾患を治すコツは簡単で、リラックスすればいいんです。リラックスして1日を過ごす、これを何週間かやればかなり良くなります。1ヶ月以上すると相当良くなってるはずです。ただほとんどの人はリラックスできない。なぜならこうやってスマホを長時間やったり、ゲームをやったり、夜中までゲームして昼夜逆転したり、深夜までドラマを見てるんですね。メンタル疾患で会社行かない人が、そしたら病気治るはずないんで余計悪くなるだけですね。ということで、視覚刺激っていうのはものすごく脳を疲れさせるので、リラックスとは真逆な状態ですよっていう風に持っておいてください。ということを YouTube 動画で言うなよお前って話なんだけど、音だけ聞いていただいてもカバチャンネルの場合は 100% 理解できるように喋っておりますので、動画っていうのはむしろ皆さんの癒すようなね風景を流すようにしてますので。そして2つ目ですね、脳が休む暇がない。これはとても重要ですね。仕事の休憩時間パッとスマホ出して何かやってるって人が大体ですよね。電車に待ってる時間スマホを見て、さらに電車に乗ってる時間もスマホを見て、一日の中でじゃあぼーっとしてる時間ありますかって言った時にほとんどないっていう人が増えてると思います。それがスマホ依存症、あるいはスマホのヘビーユーザーの方がそうだと思いますけどね。ぼーっとしてるっていう状態がないことが脳に対しては極めて危です。なぜならば人間はぼーっとしてる時にデフォルトモードネットワークっていうのが活躍しています。そうすると普段入ってきた情報や昼間の記憶などを整理してですね、脳に固定していくんですね。つまりぼーっとしてるようで、普段何かをインプットしてる時よりもぼーっとしてる方が脳が活動してるというふうに言われているのがデフォルトモードネットワークです。ぼーっとしてるようで脳を整理して脳を活性化してるんですね。わかりやすく言うと、スマホを見てると脳が情報を整理することはできません。なぜならばどんどん情報を詰め込む状態において、そこを整理するってことはできないので、だからさっき言ったように記憶できなくなるわけですね。だから認知症のような状態になる、仕事のミスが多くなるってことが起きるのはそういう仕
仕組みですということで、脳が休む暇がないというのはものすごくきついことです。そして今メンタル疾患になっている方におかれましては、脳を休ませないということは病気を圧倒的に悪くするということです。あるいは病気を治らない状態に持っていくということとほぼ同じですね。リラックスする、とにかく何もしないでわーっとぼーっとしてるのがね一番いいですけども、それができないという方もいらっしゃいますが、なんかお風呂とかすごくいいと思いますけどね。もちろんお風呂とかにそういうのスマホとかゲームとか持って入っちゃ意味がないですけど、最近私がマイブームになっているのが闇風呂ってやつですね。電気を消してお風呂に入る、昨日も金沢のこのホテルで闇風呂に入ってましたけども、全部消すと真っ暗闇になってしまうので、入り口を 2,3 センチだけ開けて、そっち側の部屋の電気をつけて浴室の電気を真っ暗にしますと、ものすごくリラックスできます。なぜでしょう。さっき言いましたように、光刺激という視覚刺激が遮断されるからですね。アロマとかのキャンドルを焚くというのもいいかもしれません。こういう風に光刺激を遮断してのんびりとするっていうことが脳に対してのすごいいいリラックスです。スマホを見る、ゲームをするっていうのはそれと真逆の行為です。3番目はブルーライトによる体内時計の撹乱。カバさんの動画とか見てる方は、寝る前に時間以内にスマホとかゲームとかブルーライトを浴びると眠りが悪くなりますよ。睡眠障害の原因になりますよ。とうに知ってると思いますけども、とはいえやめない人がほとんどかと思いますけども、ブルーライトっていうのは午前中の波長なんですね。なので夜10時とか11時にブルーライトを浴びちゃうと、夜の10時なのにブルーライトは午前の波長なので、今午前10時だと思っちゃうわけ。あ、眠気さんを出しちゃいかん、もっと覚醒させないと、お目目パッチリさせないと、頭をはっきりさせないとっていう指令を出します。体内時計がブルーライトを浴びるとね。だから夜間にブルーライトをたくさん浴びるっていうのは、体内時計がどん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 撹乱しちゃって、今何時か分かんなくなっちゃうんですよ、体が。体内時計がずれるとですね、ものすごく健康に良くないです。メンタルにも良くないですし、がんとか脳卒中とか心筋梗塞とか様々な病気の発症リスクを数倍高めますね。ということで夜間にブルーライトを浴びるっていうのは特に良くないので、寝る前に時間は少なくともデジタルデトックスでお風呂に入ってのんびりとわーっとして過ごしてほしいなというふうに思うのです。ということで、メンタル疾患で療養中の方、あるいはちょっとメンタルの調子が悪いという方がいます。そうした場合において、なぜか人間というのは悪いことをやっちゃうんですね。何もする意欲がないから、スマホを見たりゲームをしたり、意思とか判断を使わない行動を取りたくなるんです。メンタルに弱ってる人がゲームやスマホなどを長時間やり続けていることによって、さらに脳の活動性、特に前頭葉の働きというものを弱めてしまい、余計にメンタル疾患を悪化させてしまう。あるいはそういうスマホが常習化してる方っていうのは、常にそういう前頭葉に対する負荷をかけ続けて、さっき言った脳が休息する時間を全く作らないわけですから、はっきり言ってメンタル疾患が治らない状態を自分で作っているということでございます。ということで、スマホやゲームをゼロにしろというのは無理なので、1日2時間以下にしてほしいなというのが、メンタル疾患を治療している人に対するアドバイス。そうでない人においても、1日4時間も5時間もゲームやスマホをしていると、間違いなく脳が疲れておりますので、そのうちメンタルの危機、脳疲労の危機に陥る可能性が極めて高いので、スマホやゲームというものは時間を限定して使っていきましょうねと思います。娯楽というものは制限して使わないと非常に危ないですよってことは、私の精神科医が教える毎日を楽しむ人の考え方にも詳しく書かれておりますので、ぜひ参考にしてみてください。スマホ依存症を自己診断する方法。精神科医樺沢翔のカバチャンネル。今日は質問いただきました。 T さん22歳男性。スマホ依存症に陥っているかどうかを自分で簡単に確かめる方法があればご教示願います。スマホを結構長時間使っている人っていうのは多いかと思います。例えば1日で 4,5 時間以上使っている人っていうのも結構多いようですね。そうなってきた時に、何時間以上使えばスマホ依存症なのかっていうのも一概には言えない部分っていうのがありますね。やめたくてもやめられないっていうのが一つの依存症の特徴でもありますけども、1日 5,6 時間使ってるんですけど、スマホ依存症なんですかねっていう風になった時に、じゃあどういう風に自分で判断すればいいかと、何かいい方法ありませんかって言った時にあります。例えば朝会社に行く時にスマホを家に忘れてしまった、駅まで行って気づいたと。その時に家にスマホを取りに帰ると会社10分遅刻しますよという状態だとする。その場合、スマホを取りに帰るか、取りに帰らないでですね、そのままスマホなしで1日過ごせるかというような二者択一のシチュエーションがあったとしましょう。どうしますか皆さんは。この場合、10分遅刻しても家にスマホを取りに帰るって人は依存症の疑いが極めて高いですね。もうどうしようもないと、忘れてきたのだから今日1日スマホなしで何とかやろうというのは依存症ではないというふうに言えると思います。依存症というのはですね、どうしてももうそれを手放せない、やめられない、切り離せないという根源的なというか、突き動かせるような衝動、これがね、身体的な心の依存ですね。ですからそれを、例えば忘れてきたから今日一日スマホなしても大丈夫だよっていうふうに言える人っていうのは依存症ではないですよね。それをね、逆に言うと、依存症の一つの定義としては、社会生活などに支障をきたすっていうのが依存症の特徴ですよね。だからスマホなしで一日過ごすのと、10分遅刻するっていうことが天秤にかけられた時に、遅刻するっていうのは自分の仕事に支障をきたしてるってことじゃないですか。だからスマホの使いすぎによって、スマホを手放せないことによって自分の生活、仕事に支障をきたしても構わないから取りに行くわけでしょ。それっていうのはもう限りなく依存症ですよね。もうね、生活に支障をきたしているという状態になります。という形で、そういうふうにたまにそうやってスマホ忘れたりして出かけたりすることってあると思うんだけど、その時のあなたの気持ちとか気分によって、損傷まで行ってるか行ってないかってことをなんとなくね判断するってことは可能なんじゃないかなと思います。
ます。できればそこまでにね、進まないうちに自分でコントロールするとか管理するっていうことをね、やっていきたいということですよね。例えば休み時間とかね、あった場合において必ずスマホ依存症の人は休み時間にスマホを出してみます。あるいは電車乗った時も必ずスマホ依存症の人は電車に乗ってスマホを見ます。例えば電車乗ってる時はスマホを見ないで読書すると、絶対電車の中ではスマホは見ませんという、そういうルールを作った場合において、それを守れる人は依存症ではないですよね。だからそういうふうに限定的にルールを作って、きちんとスマホしない時間っていうのを、例えば寝る前30分前に1回最後にスマホでチェックしたら、その後は見ない、寝る前30分はスマホ見ないよとか、電車の中ではスマホ見ないで読書するよとか、そういう自分なりのルールを使って、それを守るようにしていくっていうことで、スマホ依存症っていうのを防ぐことができますね。依存症ってことはもう再現もなく、とにかく常に暇があったら見たくなってしまうのがスマホ依存症ですから、自分で制限する、我慢できる瞬間時間帯っていうのを一日の中で長くしていくことが、スマホ依存症にならない予防でもあるし、今なりつつある人がならないようにする工夫でもありますので、一日の中でのスマホやらない時間っていうのをね、できるだけ、あるいはスマホを自分の手元に置かない時間って言ってもいいですけど、それを少しでも長くするようにちょっと意識してみたらいいのではないかと思いますよ。どうしてもね、漫然と使っていくと、知らず知らずのうちにスマホ依存症になって、本当にスマホがないともう不安になってしまう、逆にとイライラしてしまう、メッセージをとにかくもう本当15分か30分おきにチェックしないと気になってしょうがないみたいな、集中力をものすごく低下させます。集中力を低下させるということは、あなたの仕事能力とか生産性をものすごく低下させるということですね。あなた仕事してますけど、休憩時間の15分ぐらい前になったら、スマホ見たいスマホ見たいってなってたとしたら、それタバコを吸ってるニコチン依存症の人とね、タバコ吸いたい、休憩時間まずだけどタバコ吸いたいって頭の中でずっとそれ考えていたらね、その人の持ってるパフォーマンス100のうちね、半分も発揮できないような状態になってるということで、ものすごく仕事のですね、精度というかパフォーマンスを下げてしまいますよね。そういったこともあるので、損傷にならないようにですね、自分でしっかりとコントロールしていくということが大切になっていくということなのでね、どうしても1分たりでも話せないような状態になっている方は、ちょっと注意していただきたいなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。スマホは1日何時間まで。サトシさん33歳男性、スマホは1日何時間までなら OK ですか。スマホというものが長時間やりすぎると健康によろしくないです。スマホ脳という本が2021年最も売れた本として知られておりますけども、カバさんの過去動画でも、スマホをやりすぎると良くないよね、寝る前にスマホをするとブルーライトが出て良くないよねっていうことを言っておりますけど、じゃあ何時間ぐらい前ならいいのっていう話が出てくると思いますけども、難しいよねこれはね。やりすぎなきゃいいんだけどね、やりすぎるってどのくらいなものっていうことなんだけど、まあ2時間以下ですね。2時間以下であれば、まあ大体いろんなことってそんなに害にはならないのではないでしょうか。まあ例えばゲームとかも長時間やるのは良くないですねっていうけど、1日2時間以下であればそんなに悪いということは考えられないですね。例えば4時間とか5時間やってる場合におきまして、長時間座り続けるっていうのが良くないんですよ。スマホの害もあるんだけど、長時間座り続けの害っていうのも出てくるわけです。ゲームを長時間やる場合もそうですし、ドラマ、テレビドラマを長時間見てしまうという場合もそうですね。2時間ぐらいまでなら、まあそんなに問題はないのではないかっていうのが、まあ私の意見でございます。重要なのは、必要があってやるっていうことですよ。だから目的もなくやるっていうのが意味がないんですよね。なんか面白いのないのかなって言ってこうやって見るっていうのが、一番良くないスマホの使い方だと思います。ただなんとなくダラダラと見る。テレビとかもそうなんですけども、どうしても見たい番組があればそれは別に見ていいと思うんだけど、大体見たくない番組をついつい30分も1時間を見てしまった後から後悔するっていうのがテレビのための見方。スマホもそうで、この機能のこれのやつをするとか、カバサーの YouTube 動画見たいんだって言って見るのはすごくいいと思うんだけど、なんか面白いのないのかなって言って漫然と見てたら、大した面白いものも見られない割には1時間2時間が経ってしまうっていうのがもったいない時間の使い方ですよね。あと休憩時間にスマホをやるっていうのがものすごく良くないということで、私は皆様に警鐘を鳴らしています。会社の仕事とかの休憩時間にとにかくスマホをやる人多いと思うんだけども、光るものを見ると脳って興奮するんですよ。逆に目つぶってると脳ってリラックスするんですね。だから休み時間に一番いいのは、目つぶって机に伏せたりするっていうのがすごくいい休憩だと思うんだけど、ほとんどの人は仕事の休憩時間にスマホ出してスマホやってると思うんだけど、脳が疲れるわけなので、何の休憩にもなっていない。休憩した後の方がもっと疲れた状態になっている可能性がある。なんで、まあ休憩時間にスマホするって何も良くないかなと思いますね。そういったことも含めて、まあ1日2時間以下ぐらいに抑えるように、まあ少しコントロールしていった方がいいのではないかなというふうに思います。楽しいっていうのは脳が興奮してるっていう証拠なんですよ。ね。だからスマホして楽しいんだからいいじゃないの。ゲームして楽しいんだからいいんじゃないの。皆さんおっしゃるけども、あまり楽しすぎるのは脳が興奮してるので、私たちは仕事をバリバリ働くっていうのと、リラックスして疲れを取る、ストレスを取るっていうことを交互にやっていかないと、疲れがどんどん溜まっていくし、ストレスもどんどん溜まってくるんですね。だからリラックスってことをとにかく入れていかないと病気になります。
そういったことも含めてスマホというのは興奮系の娯楽なので、ゲームもそうですけども、時々やるのはいいんですけど、ずっとやり続けると脳が疲れます、体も疲れます、ストレスもたまります。実際ブルーライトを見てストレスホルモンが出るわけね、スマホするとね。そういったことも含めて、まあ、あまりやりすぎないように注意してほしいなと。1日2時間ぐらいっていうのがいいんじゃないのかなというふうに思います。楽しすぎることはほどほどにしましょう。